まゆみんの綺麗になりたいっていう番組を作ったんですね。それでぜひあの魅力ある古典の皆さん、1月の21日の月曜日ですけども、はい、夕方大丈夫ですか？ミラクルチェンジカラーコーディネーターの方とか、ね、すぐそばなんです。10歩大股で10歩そうです。ここなんですね。お邪魔します。大きい声でありがとうございます。失礼しますいやこれはあの単なる告知なんでもうザクバかと思います。初めまして。初めまして感じです。そう初めてなんですよね。今お話すのほんと全く初めてですから、もう今10秒前に知れたばっかりなの で、ね、意外と知らない人も多いかもしれないなと思って。そうですね。今日のゲストさん、チェンソーアートの佐藤さんが見えていただけることになっております。来ました感じです。22日にオーストラリアから、はい、はい、じゃあよろしくお願いします。カジさんは何をしている方ですか？今は、ね、だからちょうどいいなと思って、月曜日の夕方、6時30分から30分間